持って帰ってきたわよ。うるさい、お前ら今まで何やってたんだ。ちょっと何、せっかく人が苦労してお酒を持ってくれば、どうしてそういうことを言うの。ミシャ、落ち着けよ。いいえ、今日という今日は絶対に許さない。ミシャもお父さんももうやめて。お姉ちゃんは黙ってて。私切れたの。この親父に言いたいこと全部言ってやるんだから。このガキが。言わせておけばいい気になりやがって。親父、世界はね、あんた中心で回ってるものじゃないのよ。私、歌？それに感性は極限状態で生み出せとか、特訓と称して部屋に閉じ込めっきりだったりとか、そんな状態じゃ紡げる歌も紡げないわ。お前というやつは親心を何だと思ってやがる。何が親心よ。本当に親心があるなら、小さい頃に一回でもお子様ランチくらい食べさせてよ。いつも大人になれ大人になれって、そればっかりで全然遊ばせてくれなくて、あんたのせいで私の子供の頃の記憶がズタボロよ。私の子供の頃の時間を返せ。ちょっとミシャ、やれ、恩師に向かって火を吹くとは。ライナーさん、ここは危険です。一旦外に避難しましょう。でもミシャが。あの子は大丈夫です。とにかく外へ。ミシャはどうしてあんなに親父を嫌うんだろう。あの子、小さい頃から父に勉強を教わっていたんです。あの親父から。ええ、自分勝手で自己中心的なところはあるけど、頭はいいんですよ。ミシャは能力が高い子だったから、父が喜んじゃって猛特訓を始めたんです。ミシャはずっと我慢してたのね。それが今になってバッと出ちゃったんだと思います。でもこういう時は言いたいこと全部言っちゃった方がいいと思うんですよね。そうですか。はい、言いたいこと言って喧嘩しちゃえば案外あとは楽なものですよ。結構大胆なんですね、お姉さん。このバカ娘が。今日のところはこれで勘弁してあげるわよ。クソ。ああ、大変なことになってる。しかし、ミシャ、お前強くなったな。嬉しいぞ。親父、ありがとう。結局、俺の親父はミシャの何だったんだ。本当に覚えてないのね。まあ、私すぐ忘れちゃってるくらいだから覚えてる。悪かったな。エアーズ総帥はミシャに歌魔法を教えた先生なのよ。ミシャが今の使命に就く前に、その使命を全うできるように必死で教えたの。ミシャにはそれが辛かったみたいね。こんな深いところにウェアードへの不満が溜まっていたんだから。親父のやつ、昔からそんなこと。でもミシャ、ひとしきり叫んで今は随分とすっきりしたみたいなのよ。パラダイムシフトね。
なんだか今回はライナーに恥ずかしいところたくさん見せちゃったわね。別に恥ずかしいことじゃないさ。ミシャがあそこまで怒ったのは初めて見たけど、とても生き生きしてた。なんだか褒められてるのかけなされてるのかわからないけど、パラダイムシフト、これで5回目かな。回を重ねるごとに私の隠している自分が溢れ出てくる。次こそ本当にライナーに嫌われちゃうかもね。大丈夫だって、安心してパラダイムシフトしてきな。それじゃあ。